ハローエブリワン、ムネトーちゃんです。本日の動画は爆走を仕上げる。いってみよう。今日は以前ブッシュクラフトで作ったバックソーを DIY して仕上げてみたいと思います。このバックソーのブッシュクラフトする動画の視聴がまだの方はそちらの方から見ていただくと分かりやすくて良いと思います。今右上に出ているリンクから行きますのでぜひどうぞ。質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。このバックソーを使っていて4点ほど問題点がありました。1点目はしまうときにノコギリの刃がむき出し状態なので危ないこと。2点目はつなぎ目のガタつき。3点目は刃につけるピンがすぐ抜けてなくなったりすること。最後はテンションをかけるための麻紐が結んでつけなければならないこと。これらを解決できるようにしながら仕上げていきます。仕様の変更のために必要なのでセンターパーツは作り直します。このパーツにスリットを切って刃を差し込んでしまうようにします。このスリットを切る作業ですが、そのままナチュラルな木をテーブルソーで切るのは難しいので固定するためのジグを作るところから始めます。こうすることで安全にきれいにスリットを切ることができます。サイドピースとテンション用の枝に麻紐を通すための穴を開けておきます。次はサイドパーツとホゾを含むコネクションを丁寧にタイトに彫って合わせていきます。こういった形状にすることでねじれの方向に強くすることができるはずです。時間がかかりましたが随分としっかりしたコネクションができました。
短い寸切りを用意して枝でナットを作り取り付けます。これで落ちたりしないですね。各パーツのエンドや穴を面取りすることで見た目のクオリティを上げます。磨きには3番と00番のスチールウールを使いました。パーツ作業はこれで終わったので、ターンオイルでオイルフィニッシュしておきます。たっぷり塗り込み、40分ほど浸透させます。切り口などはよく吸うので、途中で何度か塗り込みます。40分経ったので余分なオイルを拭き取っておきます。乾燥させるのですが、今はとりあえず次の作業に行きます。最後の工程の麻紐の取り付けです。前に使っていた麻紐より太い麻紐を使います。先ほど開けた穴に順に通し、輪っか状にしていきます。一度組んでベストの長さを決めて、テープで位置を記します。ほどいた端を編み込んで連結させます。
ほどけることはないと思いますが、強くする意味でも細い麻紐で端を留めておきます。出来上がり。こんな感じに仕上がりました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。それではまた。 See you next time. Bye.